お元気ですか？谷村新司です。12月も半ばになると本当に来年のカレンダー、これを準備したり、来年のプランをいろいろ考えたり、ときめきが増えてまいりますね。谷村の方も無事に、ピアノ一台で歌う歌ごよみ、熊本と岡山が、大盛り上がりのうちに、終了いたしまして、本当に、来てくださった皆さんありがとうございました。さあ、いろいろあるそんな慌ただしさの中ですけども、今日もゆっくりとコーヒータイム、ラジテレ一緒に始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは冬を食べるです。この冬を食べるの食べるをこう引くと、食っていう字が、すぐ出てくるんですけども、今回は、食べるは口辺に食、こっちの方がなんか食べる感があるんじゃないかなと思って、僕はもう好きなんですよ。何かを食べるっていう時は口辺の食を必ず使うんですけども、さあ冬に、何かを食べる、冬を食べる、冬といえば何でしょう。そうなんです、実は鍋です。鍋、まあ、いろんな鍋料理、皆さん頭に浮かんできていると思いますけども、意外と忘れられている鍋、それが今日のテーマなんだろう。そう、おでんです。もうこのおでんって言った瞬間にはもう10代20代はちょっとって感じになって、年配の方おーいいねーと反応してるんじゃないかと思いますが、あのコンビニによりますと、レジ前に必ずこのおでんが、出てきます。もうこの季節ならではの風景かもわかりませんね。そのおでんに、心を惹かれる、これ大体そうですね、40歳前後あたりからおーって、魅力を感じるようになってくるんじゃないかなと思います。このおでん、ちょっと考えてみると関東風と関西風があるっていうのは意外と知られてないかもわかんないですね。そのおでんしか知らない人にとってはこれが全国、つつうらうらみんな一緒だと思ってしまうんですけども、意外と、違ってたりします。関東風関西風、それから中に入る食材も含めて、かなり、違ってるっていう、今日はそんなお話もしていこうかなと思っております。